とことんやりこむ、どうもナオチンです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はタワー完全攻略やっていきたいと思います。今シーズン難しいです。今シーズンは難易度高いですね。なのでかなり注意していった方がいいと思います。本当にね、今シーズンは難しい。久しぶりだよね、こんな難しいの。あ、でも前もね、確かこうやったことがあって難しかったんだよね。うん、なので装備選びをミスらないようにいきましょう。まず最初にメイス取っていきます。このメイスが、最初のボスを倒すのにすごく重要です。追い打ち1でいいです。入れてください。もうむしろ1以上は入れないようにしてください。1でいいです。であとはもう防具にね、全振りしたいので、これは1のまんまいきましょう。でメイスはこの3発目がとにかく強いんですよ。3発目がとにかく強いので、それをうまいこと当てるように戦っていけばうまくいけると思います。この3発目がとにかく高火力。はい、2回おしまい。次、2回の報酬でハープーンですね。ハープーンはまあ一応持っとくっていう感じですね。これがあるとまあワンパンで倒せる雑魚もいますので、そこそこ楽になります。こことにかく敵多いんですよね。ここの敵をまあ、うまいこと、まあ、ここで倒してもいいんですよ。ここで。ここで倒すと一番安全かな。この壁が、遠距離の攻撃を防いでくれるので、かなり簡単に行くことはできます。OK。でもまあ、若干時間かかるけどね。OK。で、この辺はもうハープーン一発で倒せるんだけども、あいつ逃げんな。よし、オッケー。できるなら、矢は使わない方がいいです。あとあとすごい使う。あとあと17回が特に矢がないと無理なんですよ。なんでそこまで、取っておきたい。ある程度は何もいりません。でもね、危なかったらもう全然使っていってオッケーです。理想としては、17回到達の時に、矢を200本以上だね。200本以上持っておけば理想的かな。やっぱ17回とボスに対してすごい使いますので、そこまではある程度残しておきたい。おい、しゃあ、いいね。おっ、ああ、はいはいはい、うまいこといかんな。外からチクチクがなかなか痛いんですよね。より4回クリア。ここで地雷です。地雷がボス戦で役に立ちます。いや、むしろこの地雷がないと無理です。ボスをちょっと倒しにくくなりますね。いいね、いいよ。よし、今回ほんと最初のボスでつまずく人って多いと思います。今回のボスはちょっとね、えぐいよね。ガストの火力が、あそこを突破できずにちょっと積むっていう人も多いんじゃないですか。はい、5回クリア。で、ここの報酬で、これ、狼のアーマーですね。これを取ってください。ポーションバリアがついてるので、これで、耐える。まあ、保険ですね、ポーションバリアは。ポーションバリアを、3入れてください。で、金細工で、メイスを上げます。何がついた？
エコーか、ああ悪くないぞ。このメイスでとにかくぶったたきまくって倒します。OK、 出たところがここに出るので地雷を敷いてそのまんまぶったたきまくります。 OK、 OK、 いいよ。ラストがうまい場所に行くと下に降りてこないので、そうするともう勝ち確ですね、うん、まあまあ降りてきたとしても、あぶね、危ない危ない。ポーションバリアがあれば全然耐えれると思いますので、はい、今はちょっとね集中砲撃もらっちゃったのでふわーって減ったけど、まあ普通にやれば大丈夫だと思います。ポーションバリアと、メイスの強化ですね。それでやってみてください。ここ何もいりません。ユニーク武器強いんですけども、メイスの方が今のところ火力があるのでこのまま行っていいと思います。結構矢が余ってるのでちょっと多めに使っていきますね。でここはクリーパーが結構います。なのでよっしゃね、クリーパー注意ですね。よっしゃ、ここも敵意外と多いんだよな。オッケー、ちょっとエコーがなんかよろしくないところで発動するな。できれば3発目にねエコーが乗ってほしいんですけども、まあそううまくもいかないか。じゃあ3発目にねエコー乗ればだいぶ火力出るんですけども、でここでこれ乱射のクロスボウですね。これが今回のメインウェポンです。これがとにかく強い。マルチショットをね、とにかく入れてください。一番重要なのはマルチショット。で、次に重要なのが、連鎖反応か。連鎖反応は1だったらあんまり意味がないので、できれば、2まで入れたい。連鎖反応2。で、ここで、矢がいっぱい出てきてくれればラッキーなんですけども、あ、よしよしよし、そこまでうまくはいかないよね。危ない、危ねえ危ねえ、毒ダメージ結構食らったな。9回クリアで、ここで防具変えます。亀ですね。これは 35% 軽減もあるし、霊気がついてるので強いです。でまずは、マルチショットをこれ必ず3まで上げてください。で残りは霊気2ですねにしとけば OK です。霊気2あればだいぶ違います。だいぶね敵が遅くなってくれるので戦いやすいと思います。で今回結構矢を使っていってるんですけども、よし、ちょっと矢があんまり出なかったねーっていう時は近接多めで戦っていかなきゃいけないよね。その時は頑張るしかない。でここ両馬王の欲しいんですけども取りません。取らない、このまま進みます。よし OK、 この次にね、あここか、武器を取るので斧は取らずに行って大丈夫です。よし、オーケー。全体的にやっぱね敵が多いんだよね今回。よっしゃあ、おいいね、いいね、めちゃくちゃ出るよ。こんぐらい出てきてくれればすごい嬉しい。よし、いいね、凍結になると嫌だ。よし、あと2、3体か、1体か。
11回クリア。次、武器はソーブレードにしましょう。で、エンチャントでソーブレードに吸血と虚無、これで OK です。虚無がね、地味にダメージ稼いでくれるのでいいんですよね。ハープクロス使った時でもダメージが増えるので、やっぱ虚無武器っていうのは今回結構貴重かな。あんまりないんで。よし、よし、オッケー。で、エンチャンターがいるので、まあ早めにね、エンチャンターは消し取れた方が楽だと思います。じゃあ、もう固まらないで。で、箱は絶対取りましょうね、忘れないように。箱は忘れず取ってね。で、400本、おお、今回かなり多い。これもう使いまくって OK よ。何もいりません。で、ユニークでハープを作ります。 OK。 このハープクロス棒が超重要。これがないと17回がむちゃくちゃきついんで、絶対取ってください。で、連鎖反応ですね。これを2入れたい。1だとほぼ発動しないので2入れたいところです。やっぱハープが強い。火力がすごいもんね、これ。よしよしよし、いいね、いいよ。はいはい。で、まだまだ全然400本以上あるんで、使いたい放題。硬い、赤は硬い、さすがに。よし、 OK。食べ物、今回結構アイテム出まくるな。よし、豚が邪魔。よし、で、これでおしまいですかね。はい、14回クリアです。んで、ここでパワーいりますね。パワーシェイカー絶対いる。で、エンチャントで連鎖反応ですね、入れてください。で、プレステ版は下からです。スイッチは多分上からだと思います。地雷とパワーシェイカーを使ってもう一気に終わらせましょう。じゃないと、きつくなるんで、ものすげえきつくなるんで、速攻で終わらせてくださいね。はい、し、15回クリア。これイリュージョナー最初ね、ミスるとだいぶ難しい。で、ここヌスットです。ヌスットが、重要ですよ。ヌスット重要。エンチャントでタンブルビー3、これ絶対入れてください。タンブルビー3がすっごい重要。これがないと17回は、まあ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 、難しいやろうね。17回はね、このタンブルビーが、超活躍します。よし。OK。で、今回はもう、まあ、400本あるんで、全然余裕かな。よし。どんどん使っていきます。タンブルビーで、タンクにして、あとは自分たちが行く感じ。うまい。で、このエンチャンター早めにね、倒しましょうね。エンチャンターがいるとほんときつくなるんで。よいし、いいね。で、もうちょいかな。倒しきれてないじゃん。よっしゃ。あ、いない、こっち。
あーもう倒してた。いいね、16回クリア。で次地獄の17階が来ます。ここ何もいりません。はい。でエンチャントで重要なのはとにかくこのタンブルビー、そしてマルチショット3と連鎖反応2、これが入ってればまあ大丈夫だと思います。まあ大丈夫で、残りはクールダウンと最後のさ、あーこれは入れれないわ。とにかくクールダウン行きましょう。タンブルビーをとにかく出しまくる。で弓を打ちまくる。で前に出すぎない。いろいろと注文はあるけど、それが重要です。タンブルビー出しまくって弓打ちまくって前に出すぎない。そうすると絶対いけます。 OK。 その3つだけをね守ってやってください。この上のねあのロイヤルガードがいなくなればだいぶ楽になるんですけども、あぶね、これ下からねエンチャンターがあのエンチャントするやつが出たりするんですよ。その時はここら辺まで引いてくればもう消えるので、エンチャントがそれぐらい安全に戦いましょう。あぶね、あぶね、あぶね、あぶね。オーケーオーケーオーケー。下の エンチャンターもこれねきついのよ。おっしゃ、オーケー。わざわざねこの下に行かない方がいいかもしれない。うん、エンチャントされた敵に囲まれてやられてしまうので、もうここら辺から弓を打ちまくって消していった方が安全です。うん、まあとにかく17回マジで難しいところなんで気をつけてくださいね。んでここでスプラウトアーマー変えていきましょう。もうタンブルビーはそんな必要ないので、スプラウトアーマーのポーションバリア、そして霊気、この2つ入れるようにしてください。あとはね最後のボス、あれがめんどくさいなーっていうぐらいで大丈夫だと思います。本当矢の数が結構重要なんでね、今回は結構多めですけども、少なかった時はまあまあまあ頑張りましょうというところですね。よし、いいね。はいはいはい、うざいなあいつ。あいつうっといな。よっしゃ、いいね。パワーシーカー使って一気にいければいいですね。さっと潜り込んでパワーシェイカーで速攻で潰す。 OK、 いいね。今回ほんと矢がいっぱい出てきてくれて嬉しいな。報酬何もいりません。でここも途中でねネクロマンサーが出るときがある。あ、ここネクロマンサーと反対側からはクリーパー、そこがとにかくきついです。そこ抜ければもう全然余裕、挟まれないようにねしましょう。うまいこと別に速攻でね撃破していくと大丈夫かな。おっと落ちた。よし、できればもう弓使いたくないんだけども。はい、19回終了。でここで、武器変えます。こっちのは単純火力が高いので剣を双剣に、虚無剣ですね、変えましょう。でこれでパワーシェイカーじゃない、ハープクロスボウを上げましょう。いきまーす。まあボスはもう耐久戦ですね。うん、もう速攻で倒す方法とかは特にありません。んでエンチャントは別にいらないんだよね、武器としては。でも一応輝きを入れておけばいいです。これはこんな感じで11ダブル輝きにしますね、の方が回復するような気がします。うん、んで残りはまあポーションバリアでもいいですし霊気でもいい。で
連鎖反応でも OK です。これは連鎖反応に入れて火力を上げていきます。まあそんなに上がるかといったら上がんないですけどね。いきます。 OK、 もうゆっくり倒していくしかないよ。焦ってねダメージを取りに行ってもやられると思いますので、もうゆっくりダメージを稼ぎましょう。よし、まあ、とにかくクリーパー注意していけばまあまあ大丈夫じゃないですか。あーこいつ意外と痛いんだよね。やっぱね軽減がないと痛い。よしよっしゃ、もう急に出てくるクリーパーよね、もうほんと問題は。急に出てくるクリーパーからダメージをもらわないように。あいって結構食らうな、ほんと。ちょっと安全に行きます。 OK で、そろそろ半分になった時にちょっと一気に攻めたい。パワーシェイカーあるね。あー攻めきれなかった。こいつをもうちょっと早く倒したいけどね。今回はまあ雷の杖を持ってくればちょっとは早いかな。どうだろう。でもそうするとね、最初のボスをちょっと犠牲にしちゃうんだよね。となるとちょっと安全性が損なわれるのであんまりやりたくない。あっいけなかった、最後の一押し。まあ、次、ハープ打ち込んでおしまいですね。はい、終わり。ということで、完全攻略おしまいです。まあ、20分ちょっとあればクリアできると思います。難しいのは、最初のボスと17回。気をつけてください。重力、あーまあ使えるね。水棒いらない。久しぶり見たな。いらん。まあまあラストラフにしときましょう。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。